はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていくんですけど、前のシーズンでね、結構、まあ悪い意味でちょっと話題になってたね、歌ブラッキーをね、公式に言ってずっと使ってたんですけど、ちょっとまあそれを、こう、主にした動画にね、していきたいなと思ってます。で、まあ荒れたっていうかなんかね、結構、相当切れてる人がいたり、まあそれは、まあ切れて当然って感じではあるんだけど、まあ見がちラッキーとどっちがいいかって感じだよね。いい勝負だね。やっていきます。選出イベルラッキーヌオでいいか。サンダーが、例によって重すぎるけど、まあイベル、これね、まずいのがね、結局サンダーがボルチェン持ってる場合なんだよね。まあこだわってなくてボルチェン、一点読みしてラッキーから入る。まずいの来たら歌うっていう話なくはない。偉いんでイベルから入ります。歌うラッキーを使ってる時点で、偉いとは言えないんだけど、まあ、こういう、まあ、ゲームだからね、エンターテインメントだから、楽しむためにやってます。まあ、初手サンダー崩したんだよね。マンドロスからだったら、割と正解ではあるんだけど、正直言ってランドロスの型次第みたいな話ではあるかな。ただね、この対面からゲームスタートできるんだったら、イベルでダイマックス切るのが正解な気がするけどね。ああ、そうだね、切っていいね。とりあえず突っ込みます。でかくなって。ちなみに僕、初手ダイマックスは本当に嫌いで、基本的にはやりたくないと思ってるんだけど、初手ダイマックスで、まずい時は解決できるっていう選択肢は、ありかなって思ってる。まあ、裏に対して通せると思ってる時はね、切っていいと思うんだよね。あ、相手もダイマックスか。これはジェット打ったのがおそらく正解なんだけど、でもロック打ってくるでしょ。それならね、僕本当は、ヌオに引きたかったんだよね。何が嫌だって、このランドロスがモンドミ系のやつだと、HD に熱い、あの、サンダーに対面剣舞から入って勝てるみたいなさ、あのランドロスだと、ちょっと苦しくなっちゃうんだけど、でもこれ次アークで飛ぶな。ロックが耐えるから、これでダイマックス、ジェットなんだ。相手イベルタル重いぞ、これ。ザシャン引きはジェットバーンで死ぬから、まあ、熱風切るんだったら成立するんだけど、取りたくないと、取りたくない手といえば取りたくない手ではあるんだよね。相手的には。ここはアークでいいっすね。これでもザシャン抜けてるから。ダイマックスターン3ターンは使わせてくれないと。ここならね、もう一回ジェット打つべきかな。スカーフサンダーとかまで考えると。ジェットもう一回打ってよくて。これでランドロス飛ぶから。で、ランドロスが浮かんない戦術だから。ダイマでランドロスを潰せて、ダイマックスもついでに壊せた方がでかいかな。相手視点、まあ、止めれるポケモンいないから。変に剣舞するとメダモンっていう可能性もあったわけで、そういう意味だと、まあまあ、取らざるを得ない手だったんじゃないかなって気はするけど。で、ザシアン。ね、イベルをこうなると残すかどうかって話になってくるんだけど、相手の裏にウラオスがいた場合に、こっちも数的距離取ってるから、多分ラッキーかヌオどっちか捨てていいんだよね。裏、サンダーなら、僕別に、イベルタル切っても勝てるから、それでもいいっちゃいい。じゃあね。で、一応もうダイマックスがもうないから、ザシアンを、倒す動きで潰しに来るとはないんだけど、ここね、ダイマックスの一方通行感が僕は好きじゃないんだけど、武道クマしか。これだったらまあラッキーがいらないかな。で、ヌオーは残さないと負けちゃうから、こうなるなら多分ウラオスにベルタルで、熱風を打って、倒すゲームなんか歌うラッキー使う動画にしたかったんだけど、歌うラッキー切る羽目になったわ。ウラオスとザシアン、ランドロスだったらもう何も役立たないじゃん。しょうがないよね。
これでまあ簡単に入れるかな。ハッチマッキー、ハッチマッキーは確定した。こうなると若干タク気味ではあるか。最後封じ近くで決まるかな。こう相手強打でこだわってるから、基本的にダイマックスもこっちないから出しな引きでいいはずなんだけど、そこを熱風で、相手はただ布を投げ放題でしょ。いやーでも熱風で先に押すしかないんだよ。で次布を投げてゴツメで削ってっていうパターンとで、あと出しな耐久振ってないとここワンチャン行ってくんないですか。さすがに届く神歌うラッキー使うと運が良くなります。次の試合こそちょ歌いたいね。ねえこれで相手不意打ちをしちゃうともうヌオで僕勝ちになるから、ザシャンがこんだけ多い以上ね、イベルはザシャンに投げれる方が強いと思うんだよね。まあ、デスウィングで取って勝ちでしょ。さすがに。で、これ、ウラオスが、ちなみに、ハチマキじゃなかったら、ラッキー対面、インファを無視して、歌えます。歌います。オッケー。普通にイベルタルが強かった。もう一戦ね、やっていきます。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。このなんかちょっとミラーみたいなノリだけど、この試合ワンチャンあるよね。ラッキーはワンチャンあるけど、海流はちょっと辛いかな。それでもまあ後発から出してくイベルっていう感じか。でナットは多分出てくんじゃないかな。ウツロイドまあまあ困るから、いやちょウツロイドだ。いやでもそう考えるとこれガブの通りいいか。ガブの通りよくね、割とメタモン以外で止めれないでしょ相手。なあヌオがいんのか一応。いやヌオに対してはこっち割と一体放題できるかな。相手そんな出す理由ないと思うけどな。初手の海流考えるとガブから入り得な気はする。ガブラキイベルにするか。相手のイベルどっちだろうな。海竜の方によると思うんだけど、ウツロは間違いなく特殊で、海竜も特殊でイベルも特殊ってことはないと思うんだよね。さすがにラッキーが重くなりすぎるからそれはないと思ってて、まあそういう意味だとなんとも言えないな。ウツロから来る、僕ガブから入ったよね。ねえステロ巻きのウツロがちょっと鬱陶しいわ。鬱陶しいのと、裏から誰が出てくるかかな。剣舞して、バーン打つとナットが死んで勝つんだけど。うつろが突っ込んできたときだよね。さすがにそれはないか。自信をしたい。いや、初手のうつろでしょ。いやー剣舞をしたら勝つんだけど、まあスケショからでいいか。引いてナットいるかな。あナットいる。剣舞したらちなみに僕勝ってたねこの試合。剣舞すれば終わった話はある。で残飯かどうかをチェックしてからいろいろ始めたいね。でこっち1体殺さない限りにはガブの方が後ろより早いから、残飯か。ヤドリギから来るかな。まあ剣舞でいいんだけど、問答無で多分これはガブで暴れに行ってうつろでとどめ、あうつろじゃないや、イベルでとどめさしたいんだけど、嫌な絡め手があった時にラッキーでって感じかな。だから古代魔を切りたいかと言われると正直諸説ではある。一回ね守るを、まあ相手は挟みどっかと思ってて、
で、ガブ S 上がってるのと、剣舞してるから牙で刺さになって飛ぶでしょ。ああ、一回守るよね。ここで裏に技通したら、多分勝つんだよね。で、ナット失った時に、こっちの裏相手見えてないけど、虚ろパクられる展開とかって、止めようがないはずで、メタモンでパクられる展開止めようがないはずで、ナットを残してくるかどうかだよね。だからガブにも役割ない以上あんまり残す理由ない気もするけど、こっちの受け駒に強いは強いんだよなと。いやでも見てから多分次技押せばいいわ。一回本を置けばね。でうつろ出てくるにしても地震で次からゴリゴリ削れるから、多分ガブで暴れきれるんじゃないかな。普通にガブリアスが刺さっただけの試合になりそう。通る。剣舞してる、剣舞してるからさすがに、うん。と、始末できて。これで、多分裏から相手入らなきゃいけない。入らざるを得ない展開だと思うんだけど。いやー、ただこの HP じゃメテビ耐えないな。あー、イベルか。イベルの型次第なんだけど。イベルの型次第ではあるんだけど。ダイマキンのちょっとでもな、物理だった時終わるよな。特殊だったらまだラッキーでケア効くから、物理の場合を考え、ああでもそうだったらスケールショット打つべきなのかな。でも B 下がってるぞ。多分普通に削りに行こうはいいわ。剣舞してるから削れる。でこっち裏でイベルダイマキンって OK。 これダイマ使ってくれるならこれを枯らせば勝つんじゃないかな。まあ型によるは型によるんだけど、歌うラッキーで制する感じでいくか。相手ステロ負けてないけど、僕宇都宮に対してラッキー投げた瞬間にステロが負けるようになるから、とりあえずここでイベルをちょなるべく当ててほしいな。この HP いやちょ渋すぎるな、渋すぎるな。まあジェットから来ると、ただダイマなしじゃ相手うつろ止めれないと思うんだよな。まあでも物理だった場合を考えてもしょうがないかな。多分特殊かな、特殊かな。どっちにしてもダイマックスターン枯らしに行きたいよね。ここね、歌いたいは歌いたいけど、いやでもステロでいいな。物理だったらどっちみちラッキー死ぬのと、特殊でした、特殊でした。ステロ負けたのはでかい。これでうつろのタスキも気にしなくてよくなって、次はダイマックスターンラストでしょ。直近の話割とあるんだよな。歌えば全部解決するか一瞬で。アークレンダーで次の攻撃に僕イベル繰り出してもいいけどな。ふっ、オッケー、来た、楽勝になったわ。これですわ、歌って全部解決するっていう。身代わりにねこれ打てるからね、ドラパルトに身代わり持ちのドラパルトか身代わりの持ちのポケモンに結構ラッキーって手も足も出なくなっちゃいがちなんだけど、それを解消してるのはね偉い。ああ、でも相手、偉いな、これ引いてんの。強い。ここ引いてんの強いなー。ここ引いてんのはさすがに強いなー。ただあのイベルがもうダイマックスなくて、ラッキーで詰めれるのは分かってる。だからここラッキー引き多分成立しないから、僕ダイマするしかないと思ったけど、メテオじゃないわ、それは。それはメテオフィーム飛んでこないから。ジェットから入ってアークでいいかな。どっちみちあのイベルタルはラッキーで詰めれるのが目に見えているのと、ラッキーが残って1対1の TO でも僕勝ちだから、赤いひるみ次第ではあるんだけど、そんなに具の悪いゲーミングじゃない。時間いっぱい使えると考えると、そこまでなんだよ。で、ここでメテオビーム飛んでこないのがめちゃくちゃでかくて、
ジェムか。オッケー、これでジェットで上取れるっしょ。で、相手のイベルだけはステロ入った状態になるから、殴り合いはめちゃくちゃこっち有利だと思ってるけど。いや、寝てるから負けねえわ。寝てるから負けないんだったわ。しかも、最速攻撃のターン使ってないから、あ、違う、最速攻撃のその前の確定眠りのターン使ってないから、多分止まらないんですよね。オッケー、ウトロしばいて、まあ、メテビだとしても多分ダイマ切ってるから耐えてジェットアークで始末して、イベルタルと当たれてたかな。で、このターン確定眠り、あ、ジェットで飛ぶな、これは。はいはいはい、いいね。歌ったから勝ったかは諸説だけど、 OK。 やっとこれでマスターボール級にね、多分乗ったと思いますね。もうマスターボール級に乗るのに精一杯だね。 GG になったわ。順位だけちょっと見るか。順位を見るってほどでもないんだけど、半年ぶりぐらいだからね、スターボール級に乗る景色を久しぶりにね見ていこうと思います。まあまあ負けた。モンボーのいくつとかからやって結構負けたね。めちゃくちゃ読み込み長い。繊維ぴったり、まあ、ぴったり賞ということで歌っていきました。ちょっとここからマスターボール級でいろいろ構築使っていこうと思います。ジジお疲れです。